華麗なる一族は山崎豊子の長編経済小説。1970年3月から1972年10月まで週刊新潮に連載1973年に新潮社より上中下巻の全三巻で出版された。高度経済成長を背景に大富豪の銀行会一族を軸に政財界に渡り富と権力を追い求める。 人々の野望と愛憎を描く。沈まぬ太陽、白い巨塔などと並ぶ山崎の代表作。1980年には、同社で、新潮文庫より文庫化。2003年には、新装版が刊行された。1974年に映画化。1974年2007年2021年に、テレビドラマ化された。関西金融界のオス。 万病大助は、厳然たる、拡張性で一族を取り仕切り、その勢力を広げようと不信し続けている。しかし、長男の鉄兵に対してだけは、その出生の疑惑にこだわりを持ち続けていた。ある日、その鉄兵が、経営者として、致命的なミスを犯してしまう。なお、小説中の阪神銀行を呼び、阪神特使公は、実際の阪神銀行。 関心特使校と直接には関係がない。芸園社制作、東方配給で映画化され、1974年1月26日に公開された。監督は山本札夫、主演はサブリシン。毎日放送と東方テレビ部の制作でテレビドラマ化され、ネットテレビ系。 テレビスター劇場枠で1974年10月1日から1975年3月25日まで全26回にて放送された。主演は山村里第12回ギャラクシー賞受賞作。TBS 系日曜劇場枠で2007年1月14日から3月18日まで全10回にて放送された。主演は木村拓也。 ワウワウ開局30周年記念番組として、テレビドラマ化され、ワウワウプライム、連続ドラマ W 枠で2021年4月18日から放送開始。第1話は無料放送。監督は西浦正樹、脚本は前川洋一。主演は中井貴一。作品より、山崎豊子前週第10巻カレなる一族収録。 華麗なる一族取材のト新調舎、週刊ドラマニュース。中村智也、コーヒーいかがでしょう実写化。大倉忠義妻役の広瀬アリスのギャップにビビる。TB マガ。2021年1月22日閲覧。華麗なる一族がワウワウで連続ドラマ化。主人公、万病、大輔役は、中井貴一。映画ドットコム。 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ映画ドッットコムスラッシュニューススラッシュ20200310スラッシュ2スラッシュ2020年3月10日閲覧。ありがとうございます。